You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home. Our home, our home. We don't have to drift inside this dome.あっつアイエース車内暑い、やばい、冷たいもん食べて、アイエースの車内が暑すぎて、もう2人ともオープニングから汗をかいております。新潟県もここは燕三条でございます。あー、私が一番来たかった新潟県燕三条市。来たね。三条市か、三条市か。そう、燕市と三条市があるの。そう、職人の町、職人の町、キャンプギアの町でございますよね。本当に本当にめっちゃテンション上がるんだけど。で、俺のね、親戚も燕三条さんのホットサンドメーカーマジでいいよとか言って、そうそう言ってめっちゃ愛用してるらしい。いや、ホットサンドメーカー欲しいっちゃ欲しいよ。そう、欲しいんだけど、でも1個持ってるからね。俺ら今バウルー使ってるからさ。そう、うちはバウルーを裏切ることはできないあいつうちらのせいでめちゃめちゃ悲しい思いっぱいしてるから絶対挟めない量の具材入れられて、そう、無理やり無理やり、かわいそうじゃね。そう、そんで焦がすと怒られてうちはあいつを見捨てたくないんだ。視聴者さんにおすすめ聞いたときに、燕三条のキャンプギアめっちゃすごいですよとか、なんかそういうのがいっぱい来るのかなと思ったら、まさかの燕三条のラーメン食ってくださいとか言って、まさかのラーメン屋がめっちゃ来たんだよね。ラーメン屋多かったよね。うん、でそれがなんか甲州飯店っていうお店で、背脂系ラーメンみたいな、それを食べに行ってキャンプギアも見に行こうかなっていう感じで、今ちょっとまさかのラーメン屋に向かっております。新潟はね、ラーメンらしいんだよね。すごいラーメンの情報来た。私はお米とかお酒とか、そう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 いうのかと思ったら違うよ。あの、皆さんからいただいた情報でダントツラーメンが多かった。五大ラーメンみたいなのがあるんだ。あ、そうなんだ。で、その土地土地によって、なんかここはこのラーメン、ここは何々系のラーメンみたいな。あ、そういうのがある。で、燕三条はなんか燕三条系ラーメンって言って、背脂。あ、いや、楽しみ。すごいのどかな街だね。いいところや。ねえ、あ、これじゃない？黄色いお店看板。あ、これだ。これだ。甲州飯店。おお。着いたー。なんと燕系って書いてある。本当だ、燕系。すごい、もう店内の雰囲気がめちゃめちゃいい。いいよね。うん、今日平日の、今もちょうど昼時なんだけど、めっちゃ混んでる。そうね、たくさん人いる、うん、でも店内広々しててすごいいいね。いいよ、観光客に愛されてるというよりは、うんうんうん、彼の地元の方に、地元の人もめっちゃ愛されてる感じするね、うん、この中華そば普通に頼めば背脂ちゃっちゃ系のラーメンは来るってことだよね。ってことじゃね。餃子頼む。餃子頼もうよ。餃子4個、ね、オッケー。中華そばを2つと、はいはい、餃子の4個を1つ。はい、あ、ライス、はい、お願いします。あ、本当ですか。楽しみ。めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみ。なんかめっちゃ雰囲気がいい。なんかちょっと定食屋さんみたいな雰囲気だよね。そうね、ラーメン屋さんっていうか。めっちゃ楽しみになってきた。ハンライス。なんか。分かる、洋食屋さんみたいな。キュウリ乗ってる。餃子4個入り。はい、ありがとうございます。バカ、でかっ、超でけ、めっちゃ美味しそう。超うまそう。肉汁はじけそう。いや、これすごくない？バカでかいんだけど。いただきます。うわ、うわやば、うん、まい。うわ、うまそう。めちゃくちゃうめえ。ご飯無限に食えそうな餃子食べてる感覚じゃないでかすぎ、うん、うまっ、うん、こんな具だくさんなの。もうね、すごいね、肉まんみたいな餃子じゃ中華2つ。あー、はい、すごい量、すげえ。何これ、めっちゃすごいの来た。初めて見る、初めて見るタイプのラーメンなんだけど大盛りじゃないのに爆量来た。すごい。え、でもこれだよね、多分うっすら浮いてるやつが背脂。へえー、めちゃめちゃ入ってる。いけ、いいの、うん、いただきます。初めての背脂ラーメン。うん、
美味しい。見て、麺太っ。本当だ、お麺太っ。麺独特。うん、美味しい。美味しい。初めて食べるラーメン、マジで。マジで。うん、なんか麺もなんか中華そばっていうよりうどんみたいな感じの。そうなの。うん。めちゃめちゃこってりしてるように見えるじゃん。うん、そんなに。意外とスッキリ。うん。意外とあっさりしてる。うん、なんかね、麺ね。意外だよ。さっきから全部依頼。意外なの。うん、意外だね。意外でしょ。うん、うん、なるほど。ちょっとうどんに近いわ。そうだよね、うどんみたいじゃない。でもうまい。うまいよね。でも全然本当に思ったよりこってりしてない。そう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 。いや、お腹いっぱい。お腹いっぱい。いや、満たされた、かなり。本当に本当に。餃子穴がびっくりしたかな。餃子欲しかったね。でもね、ラーメンもね、本当に皆さん一度ぜひ食べてほしい。そう、なんかね、やっぱりそのご当地グルメって感じするよ。想像して中華そばとはまたちょっと違う。ちょっと違う、うん、初めて食べる味なんだけど、もう癖になる感じ。そうそう、生の玉ねぎが乗ってて超美味しかった。うん、見て、他のライブしてみた。マミでも歯ないじゃん、いつも。歯を見せないで、できるだけ口開いてみて。だ外れそうになった今、マジで。マジ？マジで顎外れそうになった今、全力でやりすぎて。危な。マジで今外れそうだった。マジ危ないじゃん。そしたらまず外れた場合、病院になんて言いに行くの。気まずくない？病院、気まずくない。どうしたんですか、この外れ方。ちょっと口開けすぎたんですよ。あの歯が見えないように限界まで行って挑戦。あれか。あれ？ほい。あれっぽい。むむむむ。めめ。鍛冶屋って書いてある。ここだ。すげえ。すげえ。来たよ、村の鍛冶屋。来ました。やば。キャンプギアとかキッチングッズがめっちゃ多い。すごいね。やば。え、待って、超楽しいんだけど、ここ。お、うん、はい、かっこいいお店。すごいね、外じゃないから。やばい。あのさ、このさ、周りのこの部分あるじゃん。そうそうそう、これがあの耳をカリッカリにして美味しいホットサンドができるんだよね。すごいね。カバー？あ、そうだ。かわいい。ここね。ここ。ゆっくり時間をかけて焼き上げた。あのさ、炭ってさ、作り方があるじゃんか。ね、ゆっくり時間をかけて焼き上げた一品だ。初めて見たの。ご飯が美味しくなるなんて。いいね。1320円。コーヒーこれがいいんだけど。わかる。この銅がめっちゃいくね。コメダコーヒーね。うん。わかる。キンキンに冷えてめっちゃ美味しいよね。そうそう、これめっちゃ好きなんよね。これめっちゃ可愛くない？何それ？コーヒーキャニスターだよ。コーヒーの粉入れとくやつ。おお。で、これ見て、ほら、うちらが今欲しがってるコーヒー。これめっちゃいいよ。え、それめっちゃいいじゃん。いいよね。あ、ほんとこれ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 、はいはいはい、これめっちゃかわいい。すいません。メイドインツバメ。あ、めっちゃかわいい。サロ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 、ホットサンドサロ。やばい、確かに実物初めて見た。売り切れてんだ、いつも。え、どういうことそれ。1枚のパンで、あ、半分にしてくれるの。で、こうやって半分。あ、なるほどね。やっぱ重いのかな。あ、やっぱね、重い重い。へえ。あ、重っ。重いっしょ。重っ。こんな重いの。そうそうそう、だからいいんだよ。さっきさ、ホットサンドメーカーさ、めっちゃ重いって言ったじゃん。うん。これがめっちゃ重いってこれ自体は全然重くないあ、本当だちょっと面白くない。
トラップだな、それ。トラップだった、うん、これやりてぇ、焼き火やり、焼き鳥やりてぇ、これやりてぇ、うわ見ててね、やばくない、こういう参考になるの、欲しいよねえ、やっぱツバメ三条がのさ、こういう商品ってさ、こうステンレスとかの加工がすごいじゃん、うん、なんか無駄がないデザインっていうかさ、そうそうそう、シックな感じでさ、本当にかっこいいよね、マジかっけー、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ツバメ三条さんのものを勝ち取った男、はい、今村の鍛冶屋さん行ってきました、行ってきました、買ったね、買ったよ、店内がね、すっごい可愛かったです、金属のさ、工場が多いじゃん、うん、で、その職人さんたちがいっぱいいるだけあって、なんかステンレス製のものとかチタン製のものですっごいスタイリッシュで可愛いものがいっぱい並んでて、もうほんとキャンプギアっていうのもそうだけど、キッチンツールもたくさんあったの、すごいあったね、うん、アウトドア好きな人にはね、結構たまらない場所でしたね、最高です、で、私たちは1個だけある商品を買いました、はい、じゃじゃーん、うわー、かっこいい、超かっこよくない、コーヒーキャニスターです、コーヒーの豆を入れとくやつ、ああ、メジャースプーンがついてるの、こういう感じで、はい、かっこよすぎます、かわいい、やばい、めっちゃかわいいよね、これ俺もめっちゃ気に入って、そう、一目惚れでしたね、ああ、これは超かっこいいと思って、と高桑金属さんっていう会社の商品なんですけど、燕市にある会社で、もうさ、これなんかほんと燕三条の雑貨らしい、わかる、このステンレスのデザインが本当にかっこよくて、超いいね、超いい、これは旅の思い出になります、うん、でやっぱりこの村の鍛冶屋さんで言ったら、そのホットサンドメーカーっていうのはもう結構マストアイテムというか一番人気のものなんだけど、今回買わなかったね、本当はめっちゃ欲しかったんだけど、私たちにはバウルーという親友がいるので、今回はちょっとやめときました、あいつが入ったらさ、バウルーがさ、そう、バウルーの出番がなくなるじゃん、そうそう、でバンライフ中さ、ね、バウルーずっと使わないので持っとくのもさ、ちょっと大変だし、まあ持ってるからいいやと、まあここまで半年バウルーと一緒に旅をしてきたから、私たちは買わなかった、だけど皆さんはぜひぜひ買ってみた方がいいと思う、ということで、今日はちょっと燕三条のその雑貨旅、もう一個行きたいところがあるんですよ、うん、あのね、道の駅、燕三条の道の駅、そう、燕三条の道の駅にそういうこういう工芸品とか、あの雑貨とかがこうもう集結してるんだって、そう、いろんなブランドのものが、うん、いいよね、そうそうそう、そこにね、今日はちょっと行こうかなと思って、物産展っていうのかな、じゃあとりあえず道の駅向かいますか、はい、行きましょう、この辺にあるの、道の駅結構栄えてますね、あ、これだ、あ、これだ、燕三条地場産センター、まもなく目的地付近です、ルート案内も終了します、燕三条地場産センター3、これ道の駅、道の駅だね、道の駅って書いてあったよね、うん、地場産センター到着、来ました、私ここめっちゃ来たかったんですよ、そうね、もう本当になんかね、ここ来ればもう燕三条の全部があるくらいな感じ、チラッと見たけどもう数が半端じゃない、すごい、道の駅ってのが面白いね、それが道の駅って感じしないよね、すごい、なんか本当にショッピングモールの中にいいわここ来たみたいな感じ、うん、店内広すぎでしょ、やばいよマジで、本当にさ、すごいね、うんうん、早速うちらにぴったりの商品たちが並んでるお酒のクオリティを上げていきたい夏なのよ、そうそうそう、冷たく飲みたいじゃん、そう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 、ん？ん？本当だ、あ、本当だ、ピンクになってる、ピンクになってる、すげえ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 、色づくんですね、色変わるんだ、え、不思議、え、なんで、え、え、あ、変わってきた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 、かわいい、そう、すごい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 、かわいい、面白い、へえ、さ、ちょっとこれお酒の席でさ、そう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 、盛り上がるよね、一ネタ、一ネタこれで、一ネタこれで稼げると、これ朝の10時に出たんです、朝の10時、そうですね、今もう3時半だ、うん、え、すごい、すげえ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 、6時間ぐらい経ってるのにすごい、俺ら冷蔵庫ないからこれ重宝するねえねえねえ、めちゃめちゃいいなスプーン磨き体験、体験させてくれるってこれですか、お願いします、よろしくお願いします、お願いします、磨いていただくと、まあ、こういうピカピカに、全然違うね、なります、こんなんだよね、我が家にあんの、うん、おー、
おお全然違う、すげえキラキラしてる。集中。綺麗じゃない、めっちゃ。本当だ本当だ、さっきより綺麗。こんな感じで。あ、でもなんかでももうちょっと行きましょうか。あ、なんか、でもやっぱお兄さんが言ったやつも綺麗。もうちょっとじゃない。なくなっちゃう。納得いってない感じするな。いやもういいよ。もういいよ。わあやったー。カレー食べます。やったー。自分で磨いた。自分で磨いた。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。うわあ。うちニーヤンと暮らしてる時めっちゃ寸胴買おうか悩んでたの覚えてる？めっちゃ覚えてる。こういう鍋買おうかなって。そうそうそう。なんかさ、どんだけカレー作ってもさ、うち1回しか食べれないのよ。仕事行ってる間にニーヤンがなくなっちゃってて、帰ってきてから食べようと思ったらないことが多いから、だから大きいの買いたかったんだよね。マジでこういう鍋買おうって考えてたのよ。あー、相方のステンレス鍋な。これさ、こうやって味噌汁とかさ、こっちでもやれるし、こっちでもやれるんだよ、両口ステンレス鍋。これいいなぁ。出た、銅マグ。銅マグえぐい。ニーヤン今日も銅マグ欲しくて仕方ない。銅マグが欲しすぎる。さっきのそのコバドアってところのそう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 やつだった。職人技が詰まってるわ。いやなんか新生活って時にここ来たらたまんないと思う。やばい、欲しいものだらけ。ねえ、やばい。ね、皆さんこれ知ってますか？柳総理っていう燕三条のブランドなんだけど、私この柳総理のキッチンツールが大好きで、ボールもザルも持ってるし鍋も持ってます。バンの中にも積んでるボールなんだけど、これ超可愛くないですか、デザイン。柳総理って修理サービスもあるし、こういう取っ手とかこの蓋とかだけの取り替えとかもできるぐらいの商品で、もう本当に1個持ってたらずっと長く使えるキッチンツールなのね。これめちゃめちゃ可愛くないですか？欲しい。どう？気をつけろよ。可愛い。ふざけんな。いや、めっちゃかっこいい。かっこいいね。怖い。でもちょっとヒヤヒヤする。博物館みたいな品揃え。すごい。私はこれがめちゃめちゃ欲しかったんです。これおろし金なの。こうやって手にこうやってかけて、ああそういうこと。でここでちょっとニンニクとか生姜とかをおろせるんですよ。お、いいね。色紙っていうね商品なんだけど、これめっちゃ可愛くない？いい。超可愛いよね。ご存知かと思います。知ってます。スプーン。これいいね。熱伝導で。そうですよね。へー。カチカチのアイスクリームでも。これさ、手に持つことで手の熱がこっちの金属に伝わって、伝わってスンって、はい、スンスンってプレゼントです。え、何ですか、何を使ってください。いいんですか？え、すいません、いいんですか？すいません。え、本当ですか？いやいやいや、いいのかな、いただいてしまって。いやこちらこそ撮影に協力していただいてるのに。え、ごめんなさい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。アイス大好きなんで。いただいちゃった。めちゃめちゃ優しい。ペアでいただいてしまった。なんかさ、新潟来て私一番思うことが人柄なんだけど。わかるわかる。みんなめちゃめちゃ明るくてフレンドリーじゃない？フレンドリーだよね。そう、道の駅にこの前行った時もさ、めっちゃさ話しかけてくれるじゃん。そう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 。YouTube ですかとか言ってさ。恐る。そういうことって他の地域ではね、なかったんだよ。県民性あるよね、多分ね。いらないよ。いらないよ、たこ焼き。たこ焼きピックはいらないよ。真剣に選ぶな。燕三条線のたこ焼きピックいらないだろ別に。すごい、この道の駅に来るとさ、燕三条がさ本当にものづくりの街だってこともよくわかるし、めっちゃわかる。なんか日本の職人さんの技術とその繊細な感性にちょっと誇りを誇らしくなるね。そうそうそう、マジでそう。マジで本当に日本に生まれたことを、ね、本当この意味わかると思う。誇りに思うような場所。そうそうそう。マジですごい。
はい、今道の駅行ってきました。行ってきました。いやね、素晴らしいね。ここは本当に良かった。本当に施設の方々もみんな明るくて優しくてね、心よく受け入れていただけて、いい人たちだった。いい人たちでした。で、私たちはね、これを購入しました。じゃーん、見て、色紙っていうおろし金です。あー、よかったね。それは私が燕三条に来る前からずっと欲しいなと思っていたものなんですよ。可愛くないですか、これでおろし金なんだよ。いろんな色あったね。そう、私こういうの大好きなんだ。めちゃめちゃ嬉しかった。よかったよかった。そしてこれいただきました。これはね、ちょっと私特別にいただいてしまいました。 ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。嬉しいです。これもね、私前々から知っててずっと気になってた商品なんだ。アイスクリームスプーンです。もうありがとうございます。ありがとうございます。燕三条に来てやっぱ思うことは、さっきもちょっと言ったけど、本当にね、なんかね、日本に生まれてよかったなって思える街って感じだった。あ、本当に匠の技がかなり収録されてて、そうそう、もう俺らの日常に気づかぬ間にもう完全に溶け込んでいるものたちが実は燕三条さんだったみたいな。そう、これも燕三条なんだみたいな、ね、あそこで並んでる商品とかを見たらなんかもうすごい感動しちゃった。そうね、うん、日本の職人さんって素晴らしいですね。本当に本当にすごい。人々の生活をちょっとでもこう豊かにしようという細部までの気遣いみたいなものが感じられて、燕三条来てね、やっぱこういう雑貨が好きな人多いと思うけど、ここに来ればもう本当に全てがあると言っていいような場所なので、ドライブ旅で一旦ここの道の駅に乗って、この物産展で燕三条の商品を見るってことができますので、はい、もし新潟の燕三条来たいなと思ってる方いたら、ぜひまずここ来てみたらいいんじゃないかと思います。結構バンライフが終わってね、いつになるかわからないけど、また私たち家に住むときは絶対燕三条、マジでそれ一回来ようと思いました、ね、ここで買いたいものもうめちゃめちゃあったから、めちゃめちゃあったから本当に。はい、ということで皆さん、まだまだこれから新潟旅続いていきます、はい、おすすめスポットといくらでもお待ちしてますので送ってください、コメントください。はい、ということで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。